の聞きどころは、ゆかちゃんが再びどっぷりハマったよ。しほりん、受け入れられない。そんなこんなで始まります。ということで始まりました。皆さんいかがお過ごしですか？最近お家にいることが多いので、私には前々から言っているいらないものを捨てる、これ頑張ってやろうかなと思ってるんですけど、ついついぐうたらしちゃってます。頑張らなきゃ。はい、ということで今回も3人それぞれ自宅で録音したものをと一つにまとめて番組にしたいと思っております。音量がバラバラだったり音質が悪かったりしますが、そこはご勘弁ください。ではゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいこと。映画館で席を選ぶときこだわりってある？ゆかちゃん教えて。はい、松尾の映画館の席を選ぶときのこだわりは、後ろの方の列のスクリーンの真ん中を大抵選ぶようにしています。さらに言えば、それぞれ両隣一席ずつ空いてるところを選ぶことが多いですね。そうすると隣に誰も来なくて、ゆったりと世界に浸りながら見ることができるので、だいたいそうやって選びます。さとみんは？はい、私もスクリーンのセンター近くで、できれば両隣が空いてるところを選んじゃいますね。列は枚数なければどこでも大丈夫です。しほりんは？私は左右どっちかと、あと前が通路。なぜかというと、トイレに行きたくなっちゃったという時に人に迷惑がかからないように出れるように、左右どっちかが通路。そして前が通路というのは、足を投げ出したい、病気悪いけどリラックスしたい、暗くなればわかんないもんね、時には靴も脱いじゃってます。はい、ということで今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新。銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀どう。お相手は庭師フリー松尾由香、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。映画でおしゃべり。このコーナーは3人それぞれ一つの映画を見てきて、それについておしゃべりするコーナーです。今回取り上げるのは、ゆかちゃんが選んでくれました2018年2月公開、綾瀬はるかちゃん坂口健太郎くん主演のラブストーリー、今夜ロマンス劇場で、こちらになります。早速あらすじを紹介しますね。待って待って、あらすじ僕に紹介させて。銀くんできる？任せて。じゃお願いします。やった。では行きます。映画監督を夢見る青年坂口健太郎くん演じるケンジが、密かに思いを寄せるのは、通い慣れた映画館ロマンス劇場の映写室で見かけた古いモノクロ映画の中のお姫様、綾瀬はるかちゃん演じるみゆき。今は誰も見なくなったその映画を毎日のように繰り返し見ていたケンジの前に、ある奇跡が。なんと映画の中のみゆきが目の前に現れたのだ。現実世界を案内するうちに二人は惹かれ合うように。しかしみゆきには人のぬくもりに触れると現実世界から消えてしまうという掟があった。お互いに好意を持っていても
指の先を触れることさえできない2人。果たして2人の恋の結末は。この後ネタバレありです。やだよーっていう方は先に映画を見てくださいね。はい、銀くんありがとう。ではでは早速、ゆかちゃん、この映画を選んだ理由は何？これを選んだのは2年ほど前に紹介したのって覚えてます？その時にこの作品の中のあるシーン、白黒で飛び出してきたヒロインがなぜカラーになったのかっていう話をしたと思うんですけど、そのなぜなったのかっていうのを一緒に話してなかったので、どうなったかっていうのをみんなに見てもらいたいなと思ったので選びました。なるほど。じゃあその話は後でするとして、先にこれ聞いておきたいと思います。この作品、丸、三角、×、どれ？松尾は丸、田中も丸です。庭は三角。ではゆかちゃんから理由お願いします。理由はもうこのドラマに、世界に引き込まれました。2年前にもお話しましたけれども、もう本当にこのコミカルさの中にも、そして切なさがあり、途中でもう叫びたくなるくらい入り込みました。ということで丸、もう二重丸です。さとみんは？理由はゆかちゃんも言ってましたけど、笑えるところも切なくなるところもあって面白かったですし、特にラストの病室でのシーンが本当に感動的だったので丸です。しほりんは？2人のおっしゃる通りです。でもね、三角には三角の理由があるの。それはコーナーの最後まで待ってくれるかな。ごめんね。ではゆかちゃんが言っていた白黒だったヒロインがカラーになった瞬間、そのシーンの話しよっか。このシーンを見た時、ゆかちゃんどうだった？まさかメイクで色づけるとは思いませんでした。で、扉から出てきた時のヒロインみゆきのあの美しさ、ケンジ君と同じようにびっくりしましたね。なんとなく勝手にお化粧失敗して出てきたりしてなんてのも思ってたので、その美しさに本当に驚きました。さとみんは？私もみゆきの美しさに見とれちゃいましたね。いや、まさかメイク道具でカラーになるとは思いませんでした。あと、なんとなく体は服とかでごまかすのかなと思ってたんですけど、意外と腕とか出しててびっくりしました。本当あの瞬間、みゆきの綺麗さにびっくりしてハートを射抜かれました。でも私、もっとカラーになるのに苦労するのかなって思ってたんで、あら早い展開って思ったかな。じゃあ次ね、この映画の中で一番キュンキュンしたシーンを教えて。松尾はたくさんあったんですけれど、やっぱりあの家を出たみゆきをロマンス劇場にお迎えに行ったシーンのところですね。あのみゆきが抱きしめてほしいって言った後、ケンジ君がゆっくり近づいてきた時の嬉しそうな表情にキュンってしましたね。さとみんは？はい、私もそこでキュンキュンしたんですけど、一番はそのシーンの少し前のところで、みゆきがお前はもっと普通の恋をするべきだって言った後に、ケンジがでも僕はあなたじゃなきゃダメなんですって言ったシーンがめちゃくちゃときめきましたね。もう私もあんなこと言われてみたいです。あなたじゃなきゃダメなんです。普通のラブストーリーだったらあそこでガッと抱きしめるところだよね。でもそうはいかないこの映画。で私が一番キュンキュンしたのは、映画館にお迎えに行ったあの日から数年後、ケンジの仕事場に手作りのお弁当を持って行って、その帰り際ガラス扉越しにキスをするシーンにキュン。そしてキュンキュンしたのはさらにその数年後で、浜辺をゆっくり歩く2人、手を握ることができないからその代わりに一つのハンカチの端と端を持ってゆっくりと並んで歩く姿、そこはもうキュンキュン。いやー、あげたらきりないよね。もっと聞きたいけど次の質問いきたいと思います。でもその前にちょっと休憩。キンキンと映画でおしゃべり後半戦。今回は今夜ロマンス劇場でこちらの映画でおしゃべりしております。
では続いて、この映画の中で一番うるうるしたのはどのシーン？ゆかちゃんはどこだった？これも随所にありましたが、ラストの病院のシーンはおそらくさとみんが語ってくれる。私は他の病院のシーン、車椅子から待合室の椅子にケンジが座る時に倒れたのに助けてあげられない、あのジレンマ、きっとこんなことが何度もあったんだろうなっていう悔し切ない気持ちと、そのシーンで最後に君が一番欲しいものをプレゼントしようと言った時のケンジの思いの深さに涙しました。まあ、そこからは結構もうずっとうるうるしっぱなしだったんですけれど、いやー来ましたね。さとみんどうぞ。はい、いやもうバレバレですけど、私の一番のうるうるポイントはラストの病室でのシーンですね。いやもうやっと最後に触れ合うことができたシーンっていうのもあるんですけど、もう話すのも辛いはずのケンジが、泣かないでって、いつもの遊びをしようってみゆきを気遣って言ったあの言葉がもうすごく優しさと愛情が溢れていて、ぐっときましたね。あと過去の思い出のシーンとリンクするようなところもあったりして、もう本当に大号泣しました。しほりんは？私2人よりもうるうるスイッチが入るのが早くて、一番キュンキュンした浜辺のシーンのその後から、若いままのみゆきと年を重ねていくケンジ、徐々にその差が広がっていって、あーこの先はってなんか予感を感じさせられて、うるうる指数がクッと上がって最後までって感じかな。うるうるもキュンキュンも盛りだくさんだったね。では最後になりました、私が三角だった理由、それはケンジが息を引き取った後、みゆきだけがスーッと消えてったじゃない。あれがね、なんか離れ離れになった感じがすっごく強くて、その後のラストがすんなり受け入れられなかったの。なんか5分ぐらいカットされてるのを私見たなんて思っちゃって、ネットでこの映画の長さ調べちゃったりして、あーカットされてないカットされてないって、うん、ラストがケンジが残した脚本を映像化しただけなのか、それともんどっちという感じがしてね、うん、受け入れられなかった、入ってこなかった。ということで今回は勝手に続きを考えたではなく、勝手に間を考えてみました。ではいきます、しほりんの勝手に間を考えた。ケンジが残した原稿を読み終えた看護師の吉川は勢いよく病室を飛び出していく。病院内を探し回るもお孫さんの姿は見当たらない。昨日電話したのにこんな時までと腹を立てながらケンジの自宅に電話してみるものの、コール音がするだけ。はーっとため息をつきながら受話器を置く吉川。その時ナースステーションを一人の女性が訪ねてくる。年の頃はケンジと同じぐらいのその女性は、私昔牧野健二さんと一緒に働いてました、成瀬東子と申しますと告げる。聞き覚えのあるその名に驚いた吉川は、映画撮影所のお嬢様と思わず大きな声を出してしまう。昔の話ですよと笑う東子に、吉川は健二の原稿を見せる。やっとラストが書けたんですね、とっても素敵なハッピーエンドと微笑むと、吉川に今夜その原稿を持ってうちにいらしてくださいと言い残し、東子は帰っていった。教えてもらった住所を訪ねると、そこには大きなお屋敷が。広い洋室に案内される吉川。部屋の奥には大きなスクリーン、そしてテーブルの上には古びた映画のフィルムケースが置いてあった。これはと驚いている吉川に、私の父は物好きな収集家だったのと東子は笑いながら答える。フィルムケースの横にケンジの原稿を置く吉川。二人がゆっくりとソファーに腰掛けるのを見届け、執事が部屋の明かりを消すと、スクリーンにおてんば姫と三重師の文字が映し出される。物語が進み、ラストシーン、スクリーンには主賓席に座るみゆき、そして部屋の入り口から一歩ずつ前に進むケンジの姿が。みゆきの前にひざまずき、一輪の真っ赤なバラを差し出すケンジ。
そのバラをみゆきが受け取った瞬間、モノクロだった世界がカラフルに彩られていく。祝福の拍手に包まれるみゆきとケンジ、そしてテーブルの上にまるで寄り添うように並んで置かれたフィルムケースと原稿の上にはスクリーンの優しい明かりが降り注いでいた。おしまい。すごいしほりん、すっごく説得力のあるドラマ、いや楽しいですね。さとみんは？はい、いや本当すごいですよね。もう見事にフラグも回収してて、もう素敵でした。ありがとうございます。やった。ま、実際の映画は病室のシーンからラスト間何もない方がすっきりしてるし、あとは皆さんのご想像にお任せしますって感じでまとめてくれたんだなって、この間を考えたことによってやっとラストが受け入れられました。すっきりしたし、二人にも楽しんでもらえたし、お後がよろしいようで。以上、映画でおしゃべりのコーナーでした。あっという間のエンディング。今夜ロマンス劇場でこちらの映画でおしゃべりしました。でもびっくりしたよね。ゆかちゃんがこれにするって連絡くれて 2,3 日後くらいだったかな。今夜ロマンス劇場で地上波初放送って CM やってて、わすっごい偶然、すっごいタイムリーって。でタブレットで見たから、テレビの大きな画面で見るのを今楽しみにしてます。松尾もびっくりしました。え、私エスパーって思っちゃった。もちろん録画予約します。私もびっくりしました。放送楽しみですね。では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。ありがとうございます。でこの後最後ですが、勝手に続きを考えたあります。やっぱやらなきゃなっていうことで、この後おまけコーナーでお送りします。2人には先に聞いてもらったんだけど、ご満足いただけました？ブラボー、見たい。はい、大満足です。私も見たいな。やった、これで自信を持ってお送りできます。さて映画でおしゃべりのコーナー、次回は10月の終わり頃です。お楽しみに。ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。おまけコーナー、しほりんの勝手に続きを考えた今夜ロマンス劇場バージョン。感動のラストシーンから3年後、大広間を抜け出し自分の部屋に戻ってくるみゆきは、毎日毎日パーティーばかりで息が詰まるとご立腹。わがままばかり言わないでくださいとなだめるじいやに、みゆきはクッションを投げつける。慌てて廊下に飛び出しドアを閉めるじいや。ケンジは床に落ちたクッションを拾いながら、相変わらずおてんばなお姫様ですねとみゆきに微笑みかける。毎日同じことの繰り返しでお前は退屈しないのか。みゆきはベッドに腰掛け足をバタつかせている。現実世界では楽しいことがいっぱいあった。スマホ、ドローン、 AI、日々新しいものが作られ、その都度私を驚かせてくれた。映画だっていつでもどこでも好きなものを見ることができた。みゆきの愚痴をニコニコしながらケンジが聞いていると、急にみゆきはベッドから飛び降り、そうだお前、脚本を書け、私をヒロインにっ
楽しい日々を描くのだ」と言い、まるでいたずらっ子のような笑みを浮かべる。目をまん丸にしながら、そんなことしたら映画のストーリーが変わってしまいますというケンジ。でもみゆきは止まらない。良いのだそれで。どうせ最近は見る者など誰もおらぬ。首をかしげるケンジにみゆきは、いいから書け、書くのだと言い放つ。机に向かって走り出すケンジを見送ると、みゆきはこちら側を振り返る。おいお前、そこの私を見ているお前、そうお前だ。久しぶりに見返した映画のストーリーがこんなだったかなと思ったら、それは私の仕業だ。いいか、映画は見る時々で違う感動を与えてくれる。だから何度も何度も見返すんだぞ。そう言ってみゆきはウインクするのであった。おしまい。